2023年、韓国経済は危機を迎えてるわ。この動画はその経緯をリアルタイムで、特集していくわよ。解説や分析は韓国経済を、15年前から見取っている専門家の、ジンボルトにお任せよ。応援とチャンネル登録、メンバーシップへの参加もよろしくだぜ。私たちのバイトは順調だぜ。それと、最後まで視聴してくれよな。それでは、タイトルを読むわよ。韓国輸出、輸出希少ずますます曇り、産業健今年 9% 減少、貿易赤字353億ドル。第一四半期の実質事業所得マイナス 11%、過去最大の減少幅。では、記事の突っ込みを読むわよ。韓国輸出、6月に、入って韓国の上半期が、絶望的だったことは予測通りであったが、この半年で韓国政府や、専門家がここまでお花畑論を展開し続けることは予想外だった。結局、韓国の未曾有の危機で、下半期に V 字回復がないと理解したのが5月である。普通はどんなに遅くても冬越えて、春ぐらいには、気づくと思ったら、こんなありさまである。それで、今頃、予想を大幅下方修正しているという始末。だから、大幅下方修正して、OK ならそれ予測の意味ないよな。こんな無能な韓国政府を、信じて、耐えてきた韓国企業や、自営業がたくさんいるのだぞ。それが半導体輸出が、回復するのが遅れている。中国輸出が回復しても、対中輸出が伸びそうにないといきなり5月に、宣言されたわけだ。こちらからすれば、いつまでも無能な韓国政府や、専門家の言うことを鵜呑みにするのが、間抜けだと思うが。韓国経済の実情を、正確に知りたいなら、こちらが運営しているサイトや、チャンネル、東亜版の日本人に、分析させる方が圧倒的に、真実に近づける手物だ。5月は今まで言われてきたことが、ついに可視化されたのは興味深かった。少し復習しておこうか。この事例はかなり重要だ。スマートフォン用カメラレンズ関連部品を作っていた A 社。一時は独歩的技術力のおかげで、中国関連市場のシェアが 20% に達した。しかし、コロナ禍による受注が減り資金なんと。問題はコロナ禍が終わっても、中国企業が恐ろしいほど成長して市場を奪い、今年に入ってからは、注文が一件もないと。つまり、これは韓国の技術が中国技術に、淘汰された事例が出てきたのだ。これこそ、韓国が最も恐れている出来事だった。しかし、それは現実のものとなった。この先、韓国は中国輸出の、恩恵を受けられない。しかし、輸入依存しているので、この先、対中赤字が増加する。頼みの半導体輸出も米国を裏切ることになるので難しい。こうなれば韓国は貿易赤字から抜け出せない。貿易赤字から抜け出せないなら格下げの恐怖だ。それがトリガーとなり、株安、ウォン安と負の連鎖が止まらない。まさに八方塞がりである。散々言われてきたことがこのように、現実化しても、韓国政府や専門家はそれに対応する術を全く用意してこなかった。いつまでも半導体で食べていけるとか、そういう愚かな考えが蔓延していたんだろうな。ああ、でも、韓国さんには半導体の世界最高の技術がありますよね。なら、米中対立なんて楽勝ですね。韓国人がこんなバカなこと、思ってるとは想定してなかったが、韓国の半導体技術のほとんどは、組み立て屋のそれに過ぎないのにな。といったところで今回の記事の、要点を整理していく。前半は今後の韓国輸出の、予測。後半は、第一四半期の実質事業所得マイナス 11%、過去最大の減少幅という。記事の要点や引用はマリサの、担当よ。おう、任せておけ。記事の要点前半。1、30日に産業都が、
公開した2023年下半期経済、産業見通しによると、現在の韓国の景気は、対外環境の不確実性拡大、年末から続く輸出不振などが、成長の障害として、作用している。それでも民間消費の回復傾向が、成長率を牽引する様相だ。今年の世界経済はコロナ禍関連の、不確実性が大きく解消されたが、世界的な銀行危機とロシアと、ウクライナの戦争などの変数が、残っていると、分析した。ここに主要国の利上げに伴う内需萎縮などで、限定的成長を、するものと診断した。2、貿易戦線は6ヶ月前より後退した。これに先立ち昨年11月に産業都が、出した今年の見通しでは、輸出が前年比 3.1%、輸入が 5.1% 減り、年間貿易赤字は266億ドルを、記録すると予想した。だが新たな見通しでは輸出が 9.1% 減、輸入が 10.2% 減で、輸出入ともさらに減ると予想した。貿易赤字も昨年の478億ドルより大幅に改善せず353億ドルと予想した。特に上半期の赤字は、既存の見通しより89億ドル増えた293億ドルだった。それでも下半期の赤字幅はエネルギーなどの輸入減少拡大でこれまでの62億ドルから修正後も60億ドルと同水準を守った。3、これは上半期に続いた輸出不振が当初予想より深まったのに伴ったものだ。電気自動車や二次電池などの輸出は増えたが、世界的な需要鈍化、半導体不況、対中輸出減少のような悪材料が積み重なったためだ。上半期に半導体など13大主力産業輸出は1年前より 14.3% 減ると予測された。特に輸出1位の半導体の輸出減少率は 35.1% と予想された。4、輸出減少の谷間があまりにも深いため下半期もマイナス更新の可能性が大きくなった。当初産業圏は上定下降基調の中で下半期の輸出は前年同期比 0.9% 増で増加傾向に転じると明らかにした。だが今回の見通し資料では 5.2% の減少に修正した。下半期の13大主力産業輸出も主要国の景気回復遅延に伴う需要鈍化などで1年前より 4.3% 減るだろうという分析を出した。特に石油精製、繊維、情報通信機器、半導体、ディスプレイなどは今年マイナス成長を続ける見通しだ。以上の4つだ。だんだんと暗い予測となってきたが、これでも甘い楽観論なのか。見ていこうか。霊夢。引用は以上だ。続きを頼んだぜ。ありがとう。読んでいくわよ。まず1だが、民間消費の回復傾向が、成長率を牽引する様相だ。韓国さん。今年の1月から3月で、成長率いくつでしたっけ？0.3%。民間消費が回復？まあ、飲食店の値上げラッシュ、サービス価格上昇で、サービスの雇用は増えているな。でも、韓国の内需が多少、増えても 0.1% 貢献するか、しないかぐらいだろう。ちなみに家計債務も増加しているので、借金して内需が増えてるのか。次に2だが、新たな見通しでは輸出が 9.1% 減、輸入が 10.2% 減で、輸出入ともさらに減ると予想した。貿易赤字も353億ドルと予想した。この見通しはまだ甘いと思われる。こちらの見立てでは対中輸出がそこまで回復しないので、その分を引いても対中輸出が昨年の 20% ぐらい減ってもおかしくない。半導体需要は下半期に。復活の兆しがアメリカ経済を見てると、そんな感じなので9月以降だろうな。ギリギリそうなったとしたら、2023年の輸出は前年の
15% 減ぐらいだろうか。まだ半導体と対中輸出が、かなり不透明なので、これぐらいだが、余裕で2桁減少になると、思われる。貿易赤字も昨年よりも、減りそうな気配なのは原材料価格や、エネルギー価格の高騰が収まってきているためだ。ウクライナ戦争の影響はあるにせよ、世界経済の失速から、価格は落ちており、原油価格も70ドル割れている。輸入額が減少するので、貿易赤字は300億ドル程度に、落ち着くと、これは難しいな。そもそも、今、294億ドルなのだから、353億ドルは60億ドル程度しか、赤字が増えないとか。まず、無理だろう。おそらく400億ドルの、赤字は超えてくると思われる。3については上半期に半導体など、13大主力産業輸出は1年前より 14.3% 減ると、予測された。もう、5月20日間までのデータがあるので、その辺の数値になるのはほぼ確定。ただ、昨年の上半期はコロナ特需で、伸びていたので、それがなくなり戻ったとも言える。最後に読んだが、今回の見通し資料では 5.2% の、減少に修正した。下半期の13大主力産業輸出も、主要国の景気回復遅延に伴う需要鈍化などで、1年前より 4.3% 減るだろうという分析を出した。ついに下半期に V 字回復はないと認めたと。でも、5% 減少は甘くないか？自動車輸出がどこまで伸びるかもわからないのにな。では、専門家の意見を見ておくか。マリサ、引用をお願い。おう、どんどん読むぜ。産業研の本、孫育研究員は昨年末の予測時には半導体と ICT 情報通信技術輸出減少が本格化する前で、今回その部分が反映されて、下半期の輸出上昇余力が減るものと計算し直された。年初の中国の経済活動再開に伴う輸出増加傾向も思ったほど大きくなかった。月別貿易黒字転換もやはり下半期内でも遅くなるのではないかと思うと明らかにした。今後の輸出変数として半導体容量改善などが挙げられるが、早期反動できるかは不透明だ。これに伴い、韓国政府が掲げた今年の輸出プラスの目標は事実上遠ざかることになった。霊夢、引用は以上だ。続きを読んでくれ。お疲れ様。早速見ていくわ。上半期がほぼ終わった5月の段階でようやく我に返ったのはいいが、全く予想と異なる状況を。今まで述べてきた責任は誰が取るんだ？それを信じてきた韓国人が、単なるバカだったで終わらせるのか。経済展望が全く役に立たないのに、ユン氏は何だっけ？今年は世界輸出5位目指すだったよな。本当、無能だわ。しかも、その5位は日本。円安で輸出拡大している日本に、勝つということだが。結局、いつ日本に勝てるつもりなんだ？冒頭でも触れたが、ユン氏だけではなく、その周りのブレインも無能が、揃っているので、何一つ経済展望が、当たらない。今年の輸出プラスって無理に、決まっているだろう？だって、昨年はコロナ禍で、輸出が伸びたと何度も解説してきた。コロナを超える特需が毎年、起きるわけないだろう。こんな簡単なこともわからない。結局、この半年、お花畑で過ごした結果、経済対策もまともに打てない。挙句の果てには税収不足と。いやぁ、笑えるぐらい先見の明がなかったな。だから言ったじゃないか。甘い楽観論は身を滅ぼすとな。普通、経済展望なんて厳しめに、見ておくべきなのにご覧のありさまだよ。では、記事の後半を見ていこう。ここからは記事の後半となるわ。マリサ、お願いね。おう、どんどん読むぜ。記事の要点後半。5、統計庁の2023年第1四半期家計動向調査結果によると、
今年第一四半期の全世帯の月平均実質事業所得は1年前より 11% 減少したことが分かった。実質事業所得は名目事業所得から物価変動の影響を引いた数値だ。6、世帯の月平均名目事業所得は、今年第一四半期は804,000ウォン イコール約 0.1 円で、前年同期比約 6.8% 減少した。名目、実質事業所得の減少幅は一人世帯が調査に含まれ始めた。2006年以来最大だ。同期間の実質勤労所得は 3.7%、名目勤労所得は 8.6% 増加したのとは、対照的だ。統計庁関係者は自営業者の事業費用が増加した影響が大きい。支払い利息や人件費、材料費が大幅に増えたと話した。7、実際、一世帯あたりの月平均支払い利息は前年比 42.8% 増加し、2006年以降最も高い増加率だった。韓国銀行が1月まで数回にわたり金利を引き上げたことに伴うものと分析される。以上の3つだ。順番に見ていこう。要点は以上だ。霊夢、続きを頼んだ。お疲れ様。休んでて、最後まで私が読むわよ。まず、5は今回の調査で今年第一四半期の全世帯の月平均実質事業所得は1年前より 11% 減少。これは自営業の所得が減少したことを意味するが、あれだけ飲食店の値上げラッシュをしても、まだ所得は増えてない。一体、韓国の自営業はどこまで自転車操業で店を回してるのだ。経済の大天才であるムン君が 25% の自営業を 20% にスリム化したのにまだ自営業は全然儲かってない。あれ？内需が回復した成長率に貢献するとか述べてたのは気のせいか。それで6は実際数字だ。今年第一四半期は804,000ウォン イコール約 0.1 円で、前年同期比約 6.8% 減少した。おいおい、コロナ禍よりひどいじゃないか。ちょっと電気やガス代が上がった程度だと思ったが、相当、自営業は追い詰められてるな。それで最後は7だ。世帯あたりの月平均支払い利息は前年比 42.8% 増加し、2006年以降最も高い増加率。理由は銀行が数回にわたり金利を上げた。ええ、元本、利息支払い凍結された分以外にも、まだ借金しているのか。そんな借金を増やして回しても、所得が減っているなら、何のために商売しているんですかね。それならきっとバイト8時間やった方が、人件費もかからないので、楽なんじゃないか。では、最後はネットのツッコミを見て、終わろうか。1、月の所得の平均が、80.4万ウォンなの？世帯で1日いくらで生活してんの？2、だって韓国調べのサラリーマンの、平均年収が330万らしいからな。しかもマス層は、200万台にいとも食費正規チキン屋などを、入れたらどうなってしまうんだよっていうのが、韓国の現実。3、事業所得ということは売上が 11% 減ということか。さて利益はどれだけ残るのかな？ 4、いつまで借金暮らしができるかな？ 5、サムスンがあるから。以上の5つだ。所得が 11% 減って、利益が出ているわけないよな。結局、ゾンビ企業と同じだよ。ゾンビ自営業ってやつだ。最後は借金も限度額で借りられなくなり、消費者金融、闇金に手を回す。そして、それでも売り上げが伸びずに倒産すると。ニュースは以上よ。そのサムスンが大赤字でヤバいというのに。まあ、この程度でサムスンは潰れはしないわよ。ただ、半導体需要が回復しても、この先はそこまで大きな利益は出せないはずよ。来年あたりからシェアも落ちていくと思うわ。つまり、あと数年かしら。サムスンの転嫁も。
そのシェアを、日本と台湾が美味しくいただくってわけだな。そこはまだわからないわね。日本の技術は信用しているけど、最先端の2ナノ量産技術確立だから。といったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画を見てください。チャンネル登録もよろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。